2023グランプリシリーズ第1戦スケートアメリカ男子イリア・マリニン、ケビン・エイモズ、佐藤駿、女子ルナ・ヘンドリックス、イザボー・レビト、ニーナ・ペトロキナ。第2戦スケートカナダ男子山本草太、三浦佳生、マッテオ・リッツォ、女子坂本花織、キム・チェヨン、松井けりの。第3戦グランプリフランス男子アダム・シャオ・イムファ、イリア・マリニン、鍵山優真、女子イザボー・レビト、ニーナ・ピンザローネ、住吉リオン。第4戦カップ・オブ・チャイナ男子アダム・シャオ・イムファ、宇野昌磨、ミハイル・シャイドロフ、女子吉田花、渡辺凛香、ルナ・ヘンドリクス。第5戦グランプリエスポー男子三浦佳生、佐藤駿、ケビン・エイモズ、女子坂本花織、住吉リオン、アンバーグレン。と第5戦まで終えて、いよいよ最終戦の NHK 杯が11月24日から11月26日に東亜薬品ラクタブドームで開幕です。日本勢は男子で鍵山優真選手、坪井達也選手、宇野昌磨選手が、女子では青木優菜選手、樋口新葉選手、三原舞依選手がエントリーしております。三原選手は中国杯を欠場していますので、ギリギリまで分かりませんが、無理はしないでほしいですね。日本開催なので無理をしそうな気がするところが若干心配ではあります。日本のエース宇野選手は今回銀以上でファイナル確定かと思いますが、出場選手の顔ぶれからも鍵山選手との一騎打ちになるかなと思います。注目される鍵山選手は18日愛知県内で練習を公開しています。左足首の負傷から完全復活を目指し、 GP 復帰戦となった第3戦フランス大会で3位。24日開幕のグランプリ第6戦 NHK 杯へ向け、不安はない、少しずつ自信をつけている感触があると冷静に語った。 NHK 杯ではショートをサルコー、トーループの4回転2本構成に戻す予定。今季から加わったコストナーコーチが来日して指導中で、表現面も磨きをかけている。4回転2本構成はすぐに慣れた、プログラムを何回もやりながら馴染ませていると語った。昨年全勝でシーズンを終えた宇野選手は以降、結果に固執しすぎなくなっており、若干モチベーションの持っていき方に苦心されているのかもしれません。いずれにせよシリーズ最終戦、男子も女子も怪我なく終われるように祈っております。